はいどうもこんにちは、しのぐです。今回紹介する艦はイギリスティア7戦艦ヴァンガードです。戦艦ヴァンガードはイギリス海軍が歴史上最後に建造した戦艦で、同型艦はなくこの1隻のみです。軍縮条約が失効し、戦力強化を計画していたイギリス海軍は東洋艦隊向けの高速な戦艦の建造を計画していました。そして第二次世界大戦が勃発し、戦艦の戦力強化を迫られたイギリスはドイツ海軍ビスマルク級、そして日本海軍大和型に対抗して新たな戦艦の建造に迫られました。そこで急遽空母に改装された艦から取り外して保管していた主砲をですね、流用して急いで建造されることになりました。この結果ですね、戦艦ヴァンガードは最新鋭のレーダー、そして対空兵装、そしてネルソン級やキングジョージ5世級の問題点を払拭し、艦の機動性や居住性、防御性等々で、特に、欠点が見当たらない非常にバランスの取れたイギリス戦艦として、誕生することになったものの、肝心のですね、主砲は1915年式という、この説明にも書いてある通り完全な時代遅れのものとなってしまったんですね。でもなんとかですね、主砲に改良を加え初速が向上し、砲弾もですね、重量弾を使用することで、ヨーロッパの枢軸戦艦とは互角に戦えるレベルまで、性能向上に、一応ですね、成功はしています。そしてですね、ヴァンガードには航空兵装が搭載されていないんですが、イギリス海軍はですね、レーダーやそして空母艦載機の、性能がですね、向上したため、そもそもですね、戦艦や巡洋艦に、偵察機を、積む必要がなくなったといった認識があったため、このヴァンガードには、航空兵装が搭載されていません。その影響でね、ちょっと、レジェンズではね、戦いづらい面もあるんですが、そういった理由でね、航空兵装は取り外されています。はい、というわけでね、イギリス最良の戦艦と言われたこのヴァンガードだったんですが、残念ながら戦争中の混乱によって工事はですね、進まず、結局完成はですね、第二次世界大戦終結後の1946年となってしまい、実戦にですね、参加することはありませんでした。長らく英国艦隊の機関を務め、イギリス王室の外国訪問のお召し艦として活動に従事することになり、王室専用ヨットと揶揄されることとなってしまうんですね。戦艦として派手な活躍をすることは残念ながら、ありませんでしたが、ヴァンガードはね、非常に優秀な戦艦として一応ですね、イギリス海軍に君臨していたんですね。最終的にヴァンガードは1960年に解体処分となっています。さあ早速ね、じゃあヴァンガードで戦っていきたいと思いますけど、ヴァンガードはですね、問題点としましては、まず防御力が非常に弱いですね。で、社会も悪くて、かなりですね、真横を晒さないと全問射撃できないといったね、難点もあるし、門数も少ないので、全体的な火力も低めとなってます。なので今回はその弱点を一応補う形で、長射程になる、チャールズ・マッテンでは、短射程のマッテン艦長ではなく、カニンガムですね、艦長を使って、射程を伸ばし、そしてね、精度も向上させて、遠距離砲戦に特化させた仕様にしたんですね。そして、このね、ヴァンガード、さまざまな強化を経て、HE のですね、発火率が非常に高くなり、本当に当てれば燃えるといったレベルで、発火率を得ているので、こうやってですね、相手のジャンバールとかに対して引き打ちをしながら HE でね、ガシガシ燃やしていくと、いった立ち回りをね、今回はやっていきたいと思ってますね。相手のジャンバールに接近してしまうと、どうしてもね、装填時間の早いジャンバールの方が有利ですし、相手の方がね、正面に向けられる火力も多いので、非常に強力ですから、そういった、なんて言うんでしょう、ジャンバールのその射程というか得意な距離に入らずに、このように遠距離から火災でガシガシで燃やしていきたいと思います。こちらもね、撃たれてはいますが、ほとんどね、この距離、そして、ちゃんとね、防御を取っているので、さすがにやられることはないですね。さらに言うと、戦艦結構射程短いタイプの人は十分アウトレンジできる射程になっているので、そういった面でもね、非常に有利ですね。さあ、まずジャンバールかなり燃やして、1隻目は味方の駆逐艦が魚雷で撃沈してくれましたね。そして依然として射程内に入っているので、まだまだ撃てますね。相手の航路しか見ながら、撃っていきましょう。
まあ、まだねカニガムそんなにランクは高くないので、うん、まあ精度もね、まあ、いまいちではありますけど、十分これでね当たると、あれ燃えなかったか、まあ、燃えるときはね本当に燃えてくれるので、まあ、強いですね。まあ、ただジャンバル射程外に行ってしまうので、まずは次はフィジーですね、狙っていきましょうか。まあ、AP 弾もね、イギリスの AP 弾は巡洋艦に対しては結構有効な AP 弾なので、まあ、HE とね AP、 まあいろいろ切り替えてね戦っていくのが大事かなと思います。うん、まあダメージは出てますね。まあ、防角は入りませんでしたが、まあ一応、まあ、ダメージは出ていると。まあそして、まあ要するにねこの戦法は、まあ、完全に、まあ、スナイパー仕様なんですけど、まあそもそもねでもこの火災発生率ほんと強いので、まあ、視界さえ取れていればもうほんと射程内の戦艦ことごとく燃やしていけるので、何もね別に無理して接近戦ね挑んでいく必要はないですね。さあそしてまた、はい、敵のビスマルクが見えているので、まあ、山がなくなり次第撃っていきましょうか。これは山王に当たってしまうのでもうちょっと我慢していきましょう。この照準のね山のマークが消えたら撃ちましょう。本当にね17キロぐらいからこうやって圧倒的な、ね、HE 弾で攻撃できるので燃えましたね。で結構イギリスの HE 弾はですね貫通力も高いのでダメージも結構出ますね。まあ、そして1隻燃やしたら、まあ、次の1隻といった感じで、まあ、相手がね修理に入ったら1回放置して修理が終わった頃にまた火をつけると、まあ、基本的なね巡洋艦とかでもよくやる HE のね戦法と同じですね。まあ、火災スパムとかよくやれてますけど、はい、フットも燃えましたね。まあ、そして今度は修理の終わったビスマルクあたり、うん、で巡洋艦もね本当は戦艦としては狙っていきたいんですけど、まあ、距離がねちょっと遠いので、まあ、一旦放置して、まあ、とりあえずね見えるものを全て燃やしていきましょう。次はビスマルクですね。さあ再び長距離射撃ですが、はい、命中して今度は2箇所着火ですね。これで60秒間ほぼビスマルク燃え続けるので、まあ、2万以上はねダメージ入りますね。さあそしてまたフットも燃えているので撃ちたいですが、てかフットはね燃えてるので一旦放置して次ジャンバル狙いたいですね。まあ、ちょっと射程がギリギリ足りないのでもうすぐ射程入るかと思うんですけど、じゃあロックオンが入りましたね。さあこれでジャンバル撃てますね。まあ、ただほんとね、まあ、装填はまあ20何秒ぐらいで早いんですけど、まあ、結構ねしっかり当てていかないと、まあ、火力が出せないので、まあ、しっかりとね狙いをつけていく必要がありますね。まあ、こんな感じで一発だけだとさすがに燃えないので、まあ、最低でもね 2,3 発は命中できるように狙っていきたいですね。さあまあフットはね比較的、まあ、格下なので脅威度は低いですから、まずはね同格のジャンバールからどんどん燃やしていきましょう。さあまた先端に火がつきましたね。それでこれでねもう災害誘発獲得ですね。どんどんねほんと燃やして火災ダメージ稼いでますね。さあまた次は火災を直したビスマルクをまた撃っていきます。まあ、AP 弾でもね当然ダメージは出るんですが、まあ、こうやってねヴァンガード、まあ、そんなにね門数がないので遠距離砲戦で火力出ないので、まあ、HE 弾の方がね、まあ、確実性のあるダメージが出ますね。まあ、ただ本当回復されてしまうので、まあ、しっかりと直したタイミングで追い打ちを、ね、かけていけるようにしないと、まあ、本当ただねダメージ稼ぎしているだけになってしまうので、まあ、そこは注意が必要ですね。さあそしてフィジーも近いのでそろそろ打ちたいですが、いやーちょっとビスマルク燃えないですね。修理中かな。まあ、結構ね4発ぐらい当たればもう燃えちゃうんですけど、でフィジーはもう撃沈できたようなので OK と。さあじゃあまたビスマルクを撃っておきましょう。さすがにねここは横見しているので AP 弾装填していきましょうか。もう1箇所燃えてるんでね。あーでもこれビスマルクは削り切れるかな。うん、味方が激しい攻撃を加えているのでビスマルクはまあ一応撃っときますけど、まあ撃沈ですね。さあそしたらまた1位に切り替えて残りはフットとジャンバールですね。戦艦は狙っていきましょう。
まあ、ただね、相手からの遠距離砲撃も、まあ、結構警戒していないと、本当バンガードを簡単に、ね、バイタル抜かれてしまうので、おーすごい削れた。あんなに削れるもんか、一気に。まあ、フットはね、柔らかい、まあ、戦艦のようなので、まあ、隠した相手には、ね、AP 弾こちらの方がね強いですね。もう残り体力も少ないですし、まあ、これ精度特化ではありますけど、まあ、ランクもまだまだなのもありますけど、まあもともとねそんなに精度は良くないのかな、なんかこんな感じになってしまうので、やっぱね狙ったところに AP 弾が当たってくれないので、まあ、そうやったらね当たったら燃える可能性のある HE 弾の方がね、まあ、強いかなと思って、まあ、今回は HE ね集中運用、まあ、してますね。はい、でフットは撃沈ですね。敵戦艦の撃沈を確認。さあそして遠距離にカゲロウが見えるので、まあ、狙っていきましょうか。まあ、ちなみにですね、AP 弾の方が弾速が速いので、まあ、遠距離とかので駆逐艦を撃つ際は、うん、まあ、AP 弾の方がね当てやすい場合がありますね。まあ、撃ってみましょう。さあこれは、あ、行きましたね。敵駆逐艦の撃沈を確認。で最後ジャンバールはもう味方が削り切っちゃうかな。はい、といった感じでね、まあ、ジャンバール HE 集中特化運用、なかなかこれ強いですね。まあ、HE がね、散々強化されたんで、まあ、使ってみたいなと思ってたんですけど、ちょっとね、やっぱ接近戦やっていくと、どうしても不利だったので、うん、今回はね、あえて遠距離から、まあ、スナイパー運用ということでやってみました。いかがだったでしょうか。それではね、ご視聴ありがとうございました。